はい、それでは、メンバーシップに移らせていただきたいと思います。11番、12番、参りましょう。まあ、要は百他信徒について、ちょっとこれ、まあ、私の長尾隆チャンネルで、今日昼発信をさせてもらいました。まあ、この発見ツイッター探偵団では、何度も同じようなことを申し上げました。で、山岡徹秀さんと僕のツイートがすっごく似てて、ちょっとびっくりしたんですけど、12番いきましょうか。山岡さんの方がなんか文章的には簡潔のような感じがしますね。健全な保守神道が複数できるのはいいことだ。それぞれ異なるカラーやカルチャーがあっていいし、多少の政策的相違があるのは健全だ。これはさっき副団長も同じことを口にしてましたね。問題は、自公政権を倒すという大義のもとに、潰し合わずに大同団結し、戦略的に行動できるかだ。日本人が不得手なことだが、やらねばならぬと。まあ、私のツイートと山岡さんのちょっとツイートの細かい違いを まあ見るならば、まあ、山岡さんは自公政権を倒すっていう感じになってますけども、まあ、私の場合は、自公連立に保守主義をつけてくれと。まあ、私は政権与党の一党員の端くれとしてですね、やはり政権はこのまま自民党が担う必要があると、私は思っています。まあ、そのためには我々保守系の側から官邸の住人を出さなければ意味がない。まあ、これが大前提。まあ、それが高市さんという、まあ、そんなイメージを持っていただければいいと思うんですけど、まあまあ唯一そこがちょっと違うぐらいなんですけども、やはり百他神党に期待する点については非常に山岡さんと私、大同団結っていう言葉ですね、潰し合いをしないように、まあ、この辺のところでは非常に共有ができているんですけど、副団長は百他神党にどんな期待を持っていますか？そうですね。ちょっと、まあ、毎日同じようなことを言って恐は縮い、いいですでよ。すが、まあ、とにかく、自民党がですね、安倍、菅政権の時に示した明確な、まあ、保守の価値観、これをもう、岸田さんがもう放り去ってですね、まあ、LGBT 政党みたいになっちゃったわけですよ。で、まあ、韓国にはホワイト、なんとかとかですね、まあ、中国に対しても、まあ、この体たらくと、まあ、普通に日本の将来を真面目に考える人たちが、本当に自民党に入れていいのかって、もう今、もう疑問視してるのは、もう別に頭がおかしいわけでも何でもなくて、本当にまともな国民の感想ですよ、本当まあに。本当その通りですね。投票先が今、ないんじゃないかっていう時にですね、ないでしょ、だから作りましょうって言って、まあ、いくつか政党が一生懸命ですね、まあ、努力して誕生して、いるわけですよ。で、もちろん、いろんな、すべての人がすべてを、分かって、すべての資源を持っているわけではないので、いろんな色の、いろんなその背景の、いろんなつながりの政党ができていて、まあ、それぞれがいろいろ違って見える、あるいは、自分を際立たせるために、あえてこう違いを際立たせたことを主張している、まあ、これも、まあ仕方がないことですが、まあ、その、保守全体として日本の、舵取りを、マジョリティ保守で持っていってほしいという立場からすると、それぞれの当事者は、とにかく自分がこの混沌の中で、大きくなっていくために、一生懸命ですね、PR するところを、まあ、細かなこう、違いでもって、ケチをどんどんつけていくんではなくてですね、もうどれもこれもそれも頑張れ、どれもこれもそれも頑張れってですね、全体的に応援していく。で、その中で個々の政党は切磋琢磨をして、ことによったら合従連衡して、で、ことによったら失敗をするけれども、一回の失敗でぶったたかないでですね、とにかく頑張れ頑張れ頑張れって言ってですね、
まあ、応援していくというその一つとして、まあ、百花神道っていうのは期待を持って、まあ、おこがましいですが我々良識的な国民が育てていくんだと、支えていくんだと。で、百花神道だけを支えるんじゃなくて保守政党もどれもそれも支えていくんだという気持ちで見ていきたいなと思っています。はい、まあ、保守という枠組みを言うとまたいろいろ異論が出るといけないので、ただ改憲勢力っていう言い方をした方がいいのかな。まあ、つまり山岡さんも僕もですね、潰し合わずに大同団結をしていこうっていうのは、例えばまあこれ今ご視聴の団員の皆さんの選挙区にですね、今自民党が立候補する、立憲民主党が立候補する、で、維新が立候補する、まあ、共産とか立候補する、まあ、大体この4人が大体出るというそういう感じになってますね。でここにですね、例えば参政党も出るよ、あとは国盛りも出るよ、で百田新党も出るよっていうようなことになると、ちょっと非常に分散をするので、まあ例えば、この3人のうちのどれかに絞る、あるいはこの4人にたの誰かに対して、まあ、推薦を出すというような、ちょっとそういう戦略的な行動ができないものだろうかと、まあ、要はそういうことを言ってるんです。ただこれはですね、野党が野望を組むのと同じような、まあ、手法に極めて似てるというふうに指摘されざるを得ないと。ただ選挙にこと勝とうということになると、それぞれの主義主張は、まあ、ここは、この政党に一本化しよう、この地域はこの政党に一本化しよう、まあ、こういうことができればっていう、まあ、たらればのちょっと質問、心配を私も山岡さんもちょっとしてるというようなことなんですけど、やっぱりこれ票が分散するっていうことについては、やっぱり勝つためには一本化した方がいいのか、あるいは主義主張を貫くためには三者三様で3人がみんな出た方がいいのか、これ非常に悩ましいところなんですけど、副団長はどう思いますか？私はもう明確に後者で、大同団結っていうふうにおっしゃるのと、選挙でですね、候補者を、まあ、一人に絞ってうんぬんということが、もう僕は候補者の選び方に既存の政党に全く信頼感を置いていないので、まあその有権者に選択肢がなくなるだけのことだと思います。まあ今のお話、例えばじゃあ、自民党も含めて多くの保守政党が大同団結してエルアラフィアを言えましょうみたいな、アルフィアに入れてくださいとかね、二階うんたらに入れてくださいとか、冗談じゃねえよというふうにしか思わないんですね。なので、私はそこは、もう有権者に選択肢をすべて皆さん示していただきたい。その中で有権者が、好きな、納得いく方を入れて、そこの中で淘汰が起きるでしょうと。有権者による淘汰じゃなくて、変な談合による、セレクト、そんなものは少しも日本の保守政治を良くしないと思っています。はい、ありがとうございます。では次、中国の新地図ということで4番、これは動画があるのかな、スタッフさんよろしくお願いします。中国政府発表の地図について、中国近隣の関係国がそれぞれの立場を表明していることは承知しております。第三国間のやり取りについて政府としてコメントすることは差し控えますが、こうした中国の動向については懸念を持って注視しています。その上でご指摘の地図には、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土である尖閣諸島について、中国側の独自の主張に基づく表記が確認されたところ、外交ルートを通じ厳重に抗議するとともに、同地図の即時撤回を求めたところであります。
日中首脳会談について現時点で決まったことはありませんが、政府としては引き続き国民の生命財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守るとの方針のもと、冷静かつ毅然と対応していきます。これ、MI2 さんのツイートをスタッフさん出していただきたいんですけど、この地図ですね、魚釣島、大正島等々は、まあ、今までもこういう形であったわけですけど、まあ、いわゆる九段線のあのベロの状態のところが完全にあのインドが領有権を主張しているところも勝手に自治区に取り組んでるということですね。まあこれを焦りと取るのか堂々とした態度と取るのか、まあいろんなあの議論になると思うんですけども、まあ僕はね、この中身もさることながら、なんでこの松野官房長官がこんな冷静な物言いでですね、淡々とした雰囲気で、官房長官記者会見をねやるのかと、まあ、これが僕は本当にあの理解だけできないんですけども、もっともっとね、冗談じゃないよと、怒りを込める、まあ、こういうことが多分できないんでしょうね。副団長どうですか、その辺のところ。だからこれはまあ、総理大臣の方針に逆らって官房長官なりがですね、あの過激なことを言うことはまあ当然ありえないので、総理大臣がまあバカボンのパパみたいな人だと、まあ、官房長官は何も言いようがないんですよね。で例えば安倍総理の時であればですね、とにかく力による現状変更は絶対に認めないということを多分、ね、繰り返しこういう時に確認を取ったと思うんですね。でそしてこの今回の地図というのも、従来よりさらにそのまあ中国が自分のもんだというエリアを拡大して主張している、そういうことについて他国間の、領土紛争については、コメントしませんみたいなことではダメで、開かれた、自由なインド太平洋で、その中の一番大事な、エリアである南シナ海と東シナ海、ここにおいてその領土の変更みたいなことをやっているわけですから、絶対に認めてはならないということをメッセージとしてきちんと伝えることが必要ですが、まあ、今の発言からは全然そういうその問題意識が伝わってこないというか、問題意識がないんじゃないのっていうぐらいのものでありまして、こうなると共産党独裁中国は日本はここでも一歩踏み込んでも黙って下を向いて、人の国に連携の手を、となんか取りに行きもしない、しめ、まあ、こういう、まあ、なんでしょうね、中国に利する、プレゼンテーションを、政府、日本政府がやっていると世界中は認識します。まあ、岸田政権における松野官房長官の今動画で見ていただいたようなちょっとその姿というものがまあ目立つわけですけれども、まあ残念ながら安倍政権の時にもですね、我が国、まあさっきも言ってましたけども、こう我が国歴史的にも我が国固有の領土だという言葉、あとはよく使われるのが、尖閣諸島は我が国は平穏かつ安定的に維持管理をしていると、この定例文句が繰り返し繰り返し言われているだけで、何ら変化がないんですね。で確かに力による現状変更云々の言葉はあったものの、でそこにね、やっぱり安倍政権の時もそうだったと思います。正直、今もそうです。やはりこのね、領土を守るんだっ
ていう国家としての意思の、で領土が領有権が脅かされてるっていう、でこれはあまり言うとね、なんかあの尖閣諸島周辺海域が領土問題になっちゃうといけないからっていう、こういうねあのせめぎ合いに私も相当あのジレンマにあの陥りましたよ。まあ、やはりねあの安倍さんがずっと目指していたのは真の独立国家、日本を取り戻したいと、国民がいて主権があって領土があって、今ねもう今日全部これがあの侵されていますのでね、やはりあの拉致問題もしっかりですけども、もっとね怒りを持ったこんなねあの淡々とした記者会見はもうねやめていただきたいなと本当にあの切に、願うわけです。それでは5番参りましょう。これは、副団長リツイートしてますんで、解説とコメントをお願いします。はい、5番です。これはの渡辺哲也先生の、まあ、ジャストインフォメーションですね、中国爆買いインバウンド終了のお知らせという、ツイートでありまして、中国政府、空港税関で帰国荷物全量、検査を始めた模様、一品目日本円5000円以上で 20% 課税、無申告または虚偽の場合3万元未満の罰金、懲罰でブラックリスト入りの可能性、契約行為、ローン携帯など、飛行機、高速鉄道搭乗禁止、パスポート没収で廃人化の恐れ、まあ、こういう、措置を、中国は、国内の、まあ、要するに中国の国民に対してですね、外の国で何かをこう、爆買いをしてきたものについてこういう規制を始めたので、もう、中国人の方海外で爆買いできませんねという、ことを、まあ、渡辺哲也さんがお知らせをいただいた。だからその日本のですねインバウンドインバウンドってですねあのお尻を振って喜んでいる人たちに、はい、それは終了しましたっていうお知らせですね。はい、ありがとうございます。25分、今現在1735人の方にご視聴いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうギリギリで、滑り込みました。本当にありがとうございます。15分延長して22時45分まで一般公開ライブ進めさせていただきたいと思います。これまあ日本国内においては、まあ、中国からのインバウンド、特に、団体旅行が戻ってくることで喜んでる方も多いんですけども、中国の側がこういう措置を取ったということになれば、さすがに、まあ、多分観光客は来るんだろうけども、持って帰れないと。まあ、こういう措置を取ったことについて、当てが外れたっていう、まあ、日本の観光業界の方々も結構多いんじゃないかなと思いますけど、ただね、あの私一昨日あの松山の道後温泉に行ってたんですけど、まあ、観光する時間がなかったんですけど、夜と早朝あの例の坊ちゃん湯にあの行きましたよ。結構ねあの白人の方、あの欧米人の方がやっぱ多くって、中国あるいはあの韓国の旅行客はほとんどいなかったですね。ただねホテル満杯 で多分これ以上中国団体旅行客来れないんじゃないかって実際やっぱ思っていて、まあオーバーツーリズムですよね。だけどもまあ中国の爆買いをもう中国側がねもう禁止してくれてるんで、ここにあの渡辺さんがおっしゃるよう、もうインバウンドの終了が中国の意思によって行われたならばね、まあ、やっぱり我々はねあの欧米各国、ね、東南アジア価値観を共有できるところからのねやっぱり本当観光客をねおもてなしで対応するのが一番の、経済復活の近道の一つになるんじゃないかなと思いますね。
では次6番いきましょう。令和の正体で、これも、動画があるということですので、スタッフさん、ご紹介お願いします。良かったです、ね、令和の人とか、共産党の人とかね、もうはっきりしましたね、これね。まあまあ、令和新選組、山本太郎さんなんか、同じ、参議院議席いるけど、もう令和は必ず北朝鮮の関連の法案や決議が上がるときは退席します。令和はもう北朝鮮となんかくっついてますね。くっついてるの、北朝鮮に対してのものは共産党まで賛成するのに、令和は退席。じゃあ そこは徹底してるんです。徹底してる。だからすごいなと思って、これ北朝鮮と完全にもう一体一体一体。はあ、困ったもんですね。じゃあね、はい、ありがとうございます。副団長いかがですか、この動画見て。はい、別に何も令和をですね貶めるとかそういう意図じゃなく、正直に事実を山田博先生はただ普通に言ってるだけですね。で、まあ、私もあるいはいろんな方がご存知ですけれども、この、まあ、山本太郎さんの応援する、まあ、組織団体の一つが市民の党っていうですね、まあ、北朝鮮系の、政党、まあ、政党というのはローカルパーティー、当然国会には議席ないんですけど、まあ、有名な、まあ、斉藤何がしという、まあまあ、これが本名なのか何なのか分かりませんが、という人が、メインでやっている、このかなり昔から活動している団体がありまして、ここがいろいろなその活動の、まあ、なんていうかな、 骨組みになっている人たちなんですね。なので、まあ、当然、この方々は北朝鮮系の、まあ、審判の方々でありますので、そこから発展をしているところの令和が、そういう行動を取るのは、まあ、当然なんですけど、なかなかこれがマスコミなどが報じないので、多くの方は全然知らないんですね。そういうところも日本のマスコミの本当に偏って異常で、国民に真実を知らせない、ろくでもない組織だな。まず、この令和新選組が北朝鮮に非常に偏ったシンパシーを持ったというか、まあ、そういう存在だということと同時に、マスコミはそれを必死に隠すということも日本の闇だということは、まあ、皆さんにはぜひ、ね、確認をしておきたいと思います。そうですね、市民の党の名前が出ましたけれども、まあ、以前市民の党は当時民主党の衆議院議員だった、まあ、名前言ってもいいでしょう、和尚栄一郎さんの、まあ、地元で大変な活動をしてたんですね。で、斉藤何がし、ね、いくつか名前を持っていますけども、大体上下白のジーパンと T シャツブレザーを着てね活動されている方で、実は私もですね、斉藤何がしから「長尾さん、ちょっと地元の対応きっちりやるよ」ってね、随分ね言われたことがあるんですけど、まあどういう人かっていうことは先輩から聞いていたので。まあ、私はお手伝いをいただくことはなかったんですけども、まあ、残念ながら和尚栄一郎さんが市民の党の、活動に活動を、まあまあ、広報支援をもらっていた、あと大変な政治資金のことで、まああれ多分あの時でもほとんどのマスコミ書いたよね。でもあんまり印象残ってないんですよね。ああ、いやでも結構ね一面トップに出ていて、で、まあ民主党の保守系の中で、でね1ヶ月ぐらいで地元にね2000枚ぐらいポスター貼ってくれるんですよ。ものすごいねポスター貼りが上手で、お金も持ってきてくれるからって言って、結構和尚一郎さん以外でも市民の党から支援をもらって政治活動をしていた旧民主党議員ってね、想像以上に多いんだと思うんですよね。
でそれがまあ民主党がなくなっちゃったんで行くところなくなって、まあ、多分あの令和の山本太郎参議院議員のところに多分潜り込んだんだろうなと、まあそこの事務所にいるあのバックヤード の方々、私もちょっと知り合いがいるので、まあ完全になんかこう取りつかれちゃってるっていうか、カモにされているというか、まあそれを覚悟でね、山本太郎参議院議員がもうがっつりと北朝鮮シンパの一員としてね、国会でさっき山田博史参議院議員がお話しされていたようなあの状況下にあるのでね、まあこれはもうもはや市民の党の責任というか、れいわ新選組自体のね、山本太郎参議院議員自身のね責任になるし、まあそれが彼らの正体本性だというようなことが、まあ、これからも多分いろいろ露呈していくんでしょうね。あの令和だけでなくてですね、はい、あの立民の一部、うん、まあまあ、あの原価スープの人たちのところにはいまあ、未だにあの、まあ張り付いていてですね、うん、まあまあ、典型なのが菅直人と松下玲子ですね、うんうん、はい、で、まあ、あの今日は取り上げないですけど、なんか松下玲子は今、武蔵野市長をやっていますが、次になんか衆議院選挙に出たいらしくて、自分の市長をやっている武蔵野市以外の市でですね、まあ、一生懸命こう、まあ、公務をほったらかしにして、まあ、街頭ビラ活動をやっているというですね、武蔵野市民はこの人から市長の給与を返せと、こういう運動した方がよろしいんじゃないですかっていうことをやっている、まあ、松下玲子っていう武蔵野市長というのがいるんですが、これなんかもこの市民の党とズブズブですね、はい、はい、ありがとうございます。それではさっきちょっとねお品書きを読んでしまいましたんで、ちょっと7番、8番ちょっとさらっと読ませていただきます。週刊文春ですね、これちょっと有料記事なのでちょっと私も副団長も全部読んでないので、すいません、中途半端になります。ブライダル森雅子首相補佐官が司法修士生の娘一行を首相官邸に招待して見学ツアー、官邸の私物化不公平だとの批判もと、記事読んでない、我々が紹介するのもなんなんですが、平井浩二さんが記事を読んでこんな、ツイートをされていらっしゃいます。森氏の長女英子さんが司法修士生の友人ら約7人を連れて、約7人っていうのも変な日本語だなと思って、まあ、これはもう平井さんごめんなさい、首相官邸を訪れたのは8月28日午後6時頃のことだった。エッフェル塔の写真が問題になったのが8月の下旬、同じ時期に首相官邸に長女を入れればどう言われるか、この想像力の欠落に驚愕、岸田総理は人を見る目がないと。まあ、岸田総理といえば秘書官の翔太郎氏がですね、旧首相官邸、現在の首相公邸に、まあ、友人や親戚を招き入れた、まあ、招き入れたことは、まあ、過去にもあると思いますし、私もお招きをいただいたことはあるけれども、まあ、あろうことか昔ですね、閣僚就任の時の、 あの赤絨毯の階段のところで、まあ、寝そべるような格好で撮ってみたりと、またね、あのプライベートルームで写真を撮る、まあそのぐらいのことはいいとは思うんですけれども、撮ることはまああってはいいと思います、プライベート空間ですから、ただ表に出してはいけない角度のものがですね、写真がマスコミに流れていると、これね秘書官としていかがなものかということがありました。で同じように森雅子さんは男女共同参画に関わるですね、女性活躍担当の首相補佐官、まあ、官邸の、まあ、国家公務員という位置づけにも、なるわけなんですけども、まあ、エッフェル塔の
あの女性局の事件でですね、大騒ぎをしている時に、まあ、こんな立ち振る舞いをしていたということが出たわけです。まあ、この件副団長いかがでしょうかね。ちょっとこれ私記事を読んでいないのでコメントはいたしません。ちょっと時間がオーバーしてしまいました。はい、それでは本日の発見ツイッター探偵団メンバーレベル2限定ライブ以上とさせていただきたいと思います。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。副団長ありがとうございました。